今日何作ろう。今日ね、今日は豚汁。あ、豚汁寒いからな。そう、ええやん。寒い冬には豚汁ですよね。お、手で、ま、手で行く、手で行く、ま、行くよ、手で。いける、これ人参またおるやんこれ。やば、今日難問めっちゃあんねんけど、どうしよう。根菜ってやっぱ結構やばい。じゃあ作ってみてよ一回。やります。うん、何から行くん。で、ちょ、洗うわ。うん、手洗わなか。野菜も洗って。野菜ね、これやばない、硬いって。もうなんか、あの皮はもう諦めるわ。皮も食うわ、栄養あるし。さつまいもとかなんか皮で洗って、皮は美味しいからな。美味しい。うん、ね、ちょ、また人参出たよこの間の。うん、いいよ、もう慣れたよ。人って慣れていくね。人って慣れていく、うん、手でもね、豚汁作れるっていうことをね、実証、うん、あ、無理やった、実証したいと思いますんでね。いや、大根ま、まじ硬いんやけど。大根は硬い。ちょ、待って、奥の手行くわ。うん、ここ、もう一個。いや、無理やろ。行ってほしかった。無理やろ。無理やった。分かってんねん。待って、大根むずない。え、電子レンジやろ。電子レンジ。分かってんねん。知ってんねん。いや、無理やって、もそんなもういらんって、もこれ、ここ先はいらんな。それ取ってな、絶対取る取る。もう一個割りたかった。もう一個割りたい。怪我する。無理やって。人参なんでこんな硬いん。細めの人参買えばいいんじゃない。これも無理、めっちゃしまって。でっかいタッパーに入れたら。ないん、でっかいタッパー。あるー。そっか、一本使ったらいいか。うん、それで一気にやっといて。すごいですよね。すごいよね。あ、こういうことね。うん、手料理とか言って思いっきり、うん、手じゃないやつを使おうとしてるけど、こういうことやな。うん、まあまあしゃあないわ、硬すぎるから。不可能はしゃあない。よし。うん、何分いったんやろ、わからんけど、いくわ。うん、ね、その間に、ね、豚汁ってどうやって作るんやっけ。湯沸かしといてええんちゃう。あ、そうや。うん、マジか。ええやん、土鍋なんかうまそうや。いや、違ってたから。鍋を持って行ったらええねん。間よ、間よ、めちゃめちゃこぼれて。そんなんもう何分かかんないんすよ。いや、だからそれ持ってくるんやったら、ごと持ってきたらええやん。穴から、穴から出てるから。穴から出とんねん、水が。手で作らないといけないっていうことでね、これはね。ちょっと待って、どれぐらいでいいの。あ、これぐらいか。豚汁って土鍋で作ったことある方います？よいしょ、これぐらいで。そんな作るん。え、こないらん。炊き出し行くん。配れる。どこ行くん。配れます、これ。はい、はい、はい、奥でするの、はいはい、ちょっとここ使いたいかも。OK、OK、OK。 はい、蓋閉めといたら。蓋、あ、うん、ほんまや。うん、それ水運ぶためのやつちゃうから。鍋でね、作ると美味しいですよね。ちょ、玉ねぎいける思ったのに、これ何、これやばいやん。玉ねぎ、あれちゃん、いけるかも。手のひらでこう、小手で体重乗したいんちゃう。で、一回潰して。めちゃ硬いんやって。結構硬いねんな、意外に。いやいや、絶対無理。きっかけ、めっちゃ硬い。きっかけできたらな。きっかけ作ったらいけそうやけどな。あ、いいやん、いいやん。あ、いけてる。ちょ、待って、玉ねぎ臭する女どう、これ。手洗って。なかなか取れやんのよ、こんな。あー、顔にも取んない。時間かかんな。すっげえ手作り感。どう、手作り感ってこういう意味じゃないと思う、多分。どう、これ。あ、いけてきた。あ、いいよ、いいよ。あ、いけてきた。この間はね、もうね、時間がなかったのでパッパッといったけどね。玉ねぎうまいからな。よいしょ。あ、チン、そうやってる間にチンがいけました。よし、で、うん、次はごぼう。ごぼう、ごぼう。めっちゃ太いやん。やばない、これ。どんだけ入れるん、ごぼう。ちょ、待って、ごぼうってか、豚汁っていうか、ごぼう汁になるよね。キリやん。やばない、これ。あ、そうしてる間に、うん、ちょっと洗ってな。できた。ちょっと待って、取れる、それ。取れへん。ちょっと待って、やばいって。野生の味するんじゃん。やばい、やばい、やばい、やばい。あ、綺麗いんじゃない、もともと。これ、もともと綺麗って土じゃないって。もう取れてるって。取れてんの、それ。うん、多分いけるで、これ。ほら、土じ
ゃめっちゃ土めっちゃ土めっちゃ土よ。やばいやばい、土は取りたいな、さすがに。あ、冷たい。どっちやねん。日本語間違えた。全部洗えへんの。え、まだ全然洗えてない。な、ちゃんと洗えてきた。いやーこれ多分土じゃないって、なんかわからんけど黒いの。まあ川やな。川？うん、まあまあええわ。だってなんか土っぽいのもうないもん。頑張ろう食べるの。あ、なったで。あ、なった。ちょっと待って。めちゃめちゃ文明の力。これが文明の力。めちゃめちゃ文明の力。ちょっと待って、ちょっと待って、煮立ってるあれ。あ、いけるかもかな。なんかでもいい匂いするからいけんじゃん。熱い絶対。絶対熱い。熱い。これ水で冷やしていいやつ？何でもいい。いいやろ、いいやろ。熱い。出来上がってんな。やばいやばいやばい、いけるかも。あの細かくせなあかんからな、汁物やから。いけてる、いけそう、いけそう、いけてる、嬉しい。ああ、いいよいいよ。絶対熱い、絶対熱い。湯気出てる。肉まんの中身みたいになってる。熱い。過酷やな。絶対熱い、絶対熱いやろ、そんな誰が見ても熱いやろ。湯気めっちゃ出てんもん。それで終わり。でかない。炊き物のぶり大根の大根。ちょっと待って待って待って。え、あ、皮いけてるやん。皮いけてるよ。皮いけるんや。すげえ。濡れたら皮ってむける。やばいってこれ。濡れたら皮でむけるんじゃないの。茹でたら、茹でたら、茹でたら、やっぱあ。初めて見る形。人参の手にずっと皮ついてるやん。手に皮つきっぱなしやけど。水流しながらやっていいんじゃないか。水流しながらやっていいんじゃない。熱湯コマーシャルみたいになってるやん。やばいって。おお、すげえ、すごい。熱っ。おお、すげえ、やばい、すげえな、すげえ、出てできんねや。ホロホロやん。熱っ。多分10分ぐらい電子レンジやってたけど。あ、ヘタ取れるやん。なあ、できんねや、人参って。やばいやん。皆さん、暑いのでね、気をつけてくださいね。いや、地獄の野菜やん。これさ、煮込ん、豚汁って煮込んでさ、野菜の味出すよな。うん、もういけんの、これ。旨味出てなかった、さっき。あ、お、焼き芋、焼き芋。焼き芋。ただの焼き芋。焼き芋やばい。色じゃないの。やばい。おー、やばいやばい、絶対美味しいやつ。熱そう。まだいける。すげえな、もうレベルアップしてすげえやん。え、これ絶対美味しいやつ。うまそうやな、それ。バターとかさ、蜂蜜とかかけてさ、うん、やばない。ええやん。すげえ、すげえラインナップやな、これも。美味しそう。これやばい。なんかあれやんな、肥料になる。なんか肥料になるやつやん、これ。肥料。わあ。お。そしていい玉ねぎ投入するね。おう、行って行って。玉ねぎいきまーす。玉ねぎ多いな。じゃあまた火つけたいな。これ絶対やばいやつじゃない？やばいやん、これ。お鍋みたいな。うん。うん。揚げとか。あ。揚げ忘れてた。揚げな。揚げ入れすぎてな。当然のようにもう揚げを破っとんな。え、何？もう平気やろ俺。もうお手の細めにしてな。細め、うん、細め、あんまでかすぎて食べにくいから。揚げはええ感じやな。なあ、やばいやばい、これはいけるよ。あ、揚げの次肉滑るやつや、やばい。肉滑る？前のさ、チンジャオ、八宝菜やったけど、八宝菜で肉滑ってさ、ちょっと苦労したから今回。肉滑って。あんまり普段聞かん会話よ。肉滑って。肉滑るんや。肉って滑る。肉滑んの。油でな。そうそうそう。これもうマジでうまそうやねんけど。くどらやねんかい。甘い。うまい。甘い。甘い。ちょ、これ食べてみて。いや、終わったね。あとで食べる。もう取ってるから無理やから。なんなん、猫舌やし。うまっ。うまい。分かった分かった。それでもいつ投入するの？つい肉投入するの？え？
肉投入しろ。え、これ 肉っていつなの？肉っていつ、うん、肉っていつなんやろ。え、めっちゃ多い。いつでもいいけど。じゃあね、このな、うん、この、うん、あのさつまいもが甘すぎてビビる、うん、オッケー。じゃあ今から肉を投入しようか。うん、肉も一口サイズに切らな、切るっていうか、ちぎるっていうか。一口サイズ？ダイレクト、うん、生ハムみたいな、うん、でかない、でかない、でかない。これぐらいが美味しいですからね。生ハムやん、もう生ハムの大きさやん。これぐらいが美味しいですからね、ほんまに、ね、いやもうこれで。もっといる、もっといる、もうちょい入れる。やばい、玉ねぎ、あこれもあ、そんなもんで、そんなもんでええんちゃう。もう手で行くのも全然何のためらいもない感じ。暑いけど、暑いけどいけるやん、いけるいける、まあ、あの熟練の天ぷら職人みたいになってきてるやん。あの、まあ、手で油の温度測るみたいな、まあ、もうプロなんで。あ、プロ、テプロ、テプロ、プロなんで。何やねテプロって。これな、これもう材料入れたらええんちゃう。もうあ、もういいな。これ絶対うまいんやけど。ゴロゴロ野菜ってこのことやもうこれやばない。あ、絶対おいしい。でっか、あ、やばいやん、これでかなあ、でかすぎたな。もっといこうか。揚げ、揚げ下に押してる。え、無理無理、あれどういけるやん、取れるやん。無理やって、ちょっと待って、ちょっと待って、頑張れ。豚汁なんこれ。ごぼうってそういう風に使う。いけたわ、いけた、いけたわ。あ、でもごぼうをそういう風に当然に使ってるから。お、何かやばいやん。な、何かこれさ、初めて、人参でかいな。初めて見んねんけど、ごぼうそれ使うの。人参でかくない？人参でかい。なんなんこれ、なんなんこれ。ウェブ使っとるやん。ばい、味噌そろそろ溶かさなあかんじゃん。さっきね、だしも入れたね。ああ、いいよ。だしパック。もうちょっと入れてたいな、だしパックは。まあでも、その、お母さんにもだし入ってるから。玉ねぎまだくない？もうちょい。うん。絶対美味しい。皆さん、絶対美味しいですよ、これ。他のやつはな、チンしてるからな。玉ねぎだけ。え、味噌入れる？もう、味噌入れて煮込む？まあでも味噌はだいたい仕上げに入れた方が香り飛ぶから。やんね、そういうことやんな。大根でかっ。鶏大根よりでかい。潰そうか、潰そうか、潰そうかじゃないよ、もうそれ。潰せるですもん。ごぼう先っちょだけ出来上がってきてるのだんだん。それごぼう入れるんやろ最後。あ、入れる、入れる。どうやって入れる？忘れた、忘れた、忘れたよな。完全に道具と化してるから。うん、一応材料やから。お前。そんなもんこねこね回さんでええんちゃう。え、おいしそうなんやけど。すげえな、人参とかなんかすごい形やな。人参潰そうか。いや潰さんで、潰さんで、もう大丈夫、上当たってるやん。折ったらそれ半分に、そんなに入れへんの。ほんで人参なんか、うん、なんだこれで、人参半分ぐらいかな。あ、いいよいいよ、いけた。折るはいける。この方がかき混ぜやすいやん。いや、そのための道具じゃが、それも材料やからな。ごぼう硬いよな。え、ちょっと待って、最後の仕上げのごぼうがなかったら私無理やで。またでもチンしたらええんじゃん。じゃあそうやねんけど、仕上げのかき回すごぼうなく、あ、やばいやばいやばい、一気に巻くん、土鍋って。そうやろ。やばー、もうそれ火止めたんやったらもう味噌いったら、味噌いく、余熱で玉ねぎいけんじゃん。いや見たことないね、そんな。味噌いく、味噌いこうか。あの全然溶けやすいやろ。溶けやすい、すごい。味見とかどうすんの。ごぼうごぼう舐めるん、怖いって。舐めたやつ入れていい。味見とかどうすんの。味見でももう予想でいくしかないよな、うん、もうちょっとかな、もうちょいやろうな。うん、うん、結構量多いからな。なあ、うわあ、めっちゃ美味しそうなんやけど、やばくない。うん、なんか煮込み料理みたいな感じやな。なあ、豚汁いうか、いけたいけた。こんな大きいゴロゴロ野菜の豚汁見たことないもんな。へえ、絶対美味しい。
これやばい。うん、ええんちゃう。いや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 入れるんそれ。いや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 で。ごぼうごぼう。いや何の何のコメントやねそれ。まだ足らんのや。うん。俺食うんやろそれ。当たり前やろその。むちゃむちゃ唾液入ってるやん。俺はもうええやんか。やばいやん。見たら一緒やんそんな。見たら一緒。怖。めっちゃ怖いやん。これさ。うん。いやいや見たことないからさ。やばい。美味しいかもわからん。衝撃映像やな。美味しいかもわからんよ。じゃあごぼうもね。うん。ね、投入し。味はもう大丈夫なん？うん、いけるいける。いけるの？いける。味バッチリやで、多分。折るのめっちゃ上手になってきてるやん。あ、ちっちゃいの無理やな。うん。で、またそれ。あ、似てる似てる似てる。ちょっとできたかってきてやん。先っちょ。無理。まだチンやろ。あー、じゃあ電子レンジ。文明のね。うん。文明の力を借りてね。ごぼうチンしたん。チンした。オッケー、いくで。あっつー、ちょっと待って、絶対いけねえんだけどな。ごぼうちゃんと材料やからな。これって悪魔食べてんのかな。混ぜる棒じゃないか。なんか野菜の旨味とかなんか流れてそうやな。あまあまあいいけど、ちょっと待って、水でやらなきゃいけんやから。ちょっと待ってや、うん、ちょっと待ってや。半分とかにいけたら最後やけどな。パカって割れたら。え、これまたちぎれと。ちぎるやろ、こんな大きい状態で豚汁に入ってるわけない。いや、これだけ置きたい。これだけ確保したい。確保どういうこと。確保や。あ、熱っ。待つやろな。割れるん。あ、いいよ。いい感じやん。裂けるチーズみたいになってるやん。あ、裂けるチーズやん。熱っ。熱いからってめっちゃすぐ諦めるやん。長熱ー。長ー。ちょっと待って、すごい状態やな。いけるいけるいける。あ、でもなんか熱っ。いいやんいいやん。え、最後のごぼうそれなんの。混ぜるよ。え、私の救世主。救世主、救世主やん。こんな、それでも最後それも入れるんやろ。ごぼうもちろん。でかすぎひん。入れれる、もう、うん、入れるよ。これちょっと待って、めっちゃでかい。でもめっちゃ美味しそうなんやけど。それでもうちょっと温めたら完成みたいな感じ。そう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 。あ、なんとかできたな。味が。ちょっと待って、さっきのさ、うん、私だし放り込んだんやけどさ、うん、だしパックどこ行ったの。いや知らんやん。ほじくるわ。もう別に入っててもええけどな、別にそんな。あれ抜いたっけ私。いや抜いてないよ。あ、取るんや。見つけたい。見つけた。これちょ、人参さ大きいよな。うん。どうにかならんかな。煮込み料理やな。絶対うまい。人参よし、これで。煮込み料理でもそんなでかないけどな、人参。え、あかん、熱すぎ。これいいかな、水。いいよ。あ、それ最後入れて完成やな。完成です、これで。よし、よっしゃ、完成です。完成。手で豚汁はできた。オッケー、オッケー。まあ、食べるかでかいな。食べようか。火切ります。無人島の火切る指つけてるやん。豚汁完成しました。完成したね。うん、すごいね、この部屋も。味見してもらってもいいかな。でかー、これ。この人参はちょっと自分で食べてな。やばない。ちょっとまあちょっとごぼうは行こうか。美味しそうやん、ゴロゴロして、まあ、大丈夫ちゃう。うん、ゴロゴロしてんな。めっちゃうまそう。玉ねぎはでもええ感じやな。うん、豚肉もな。うん、はい、いってください。だし入れたしな。味噌も入れたから。うん、もうなんか。ちょっといただきます。はい、汁からいくわ。うん、うん、あ、どう、味美味しいよな。ちょっと薄いけど。あ、薄かった。じゃあ後で足したらいいよね。まあでも全然超えるわ。うん、まあ、肉もな。ね、いけますよね。うん、
あ、これでさ、具でかくてもさ、具でかい方が美味しいやん。だから、いけるやん。足で重量じゃん、こう。うん。いけるやん。めっちゃワイルドな、形。めっちゃいいやん。できてるわ。うんうん。まあ、普段の豚汁では味わわれへん、この野菜の食感とか。うん。そんなんがいっぱい、なんかこう、ゴロゴロ野菜で味わえるから。え、めっちゃいい。うん。芋も、すごいね。芋甘いやろ。なんか、山賊鍋みたいな感じやね。ごぼう行ってみろ。ごぼう行ってみて。見たことない。絶対美味しい。ささがきごぼうみたいになってるやん。絶対美味しいから。あ、いいかも。でしょ。ちゃんと歯応えもあって。でしょ。ちょっとあの土の香りも残ってて。すごいな、初めて食う料理かもしれないこれ。豚汁です。うん。うまいな。まあでも食えるな。うん、よかった。うん、温まります。よかった、寒い冬にはぴったりですね、うん、豚汁は。うん、豚汁はいけたな。うん、というわけで今回豚汁でしたけども、何度か行けましたね。時間めっちゃかかったけど電子レンジを駆使しまくって、まあいいんじゃないでしょうか。包丁のありがたみがどんどんこう分かってくる感じで、まあ、次もね、また新しい料理作ろうと思うんで、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた。では。